На борту американского американского Боинга 777 の機内はパニック状態に陥りました。中国の音楽のメロディーに乗せてこの映像を撮ったのは乗客です。アメリカの西海岸にあるロサンゼルスの気温は今プラス17度、ここはマイナス10度のお出迎えです。乗客は滑走路に直接滑り落ちます。いかにも痛々しそうです。今どこ？わからないわ。逃げるのよ。何が起きた？